はい、こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。今回は、ザ・リ・レコンキスタ実績、挑戦3話目になります。前回は属国を使ってイベリアと北アフリカの領土を保持しつつ新大陸に戦闘、その後、進出したメキシコで包囲網戦を仕掛けられ、メキシコ領を手放すことになりましたが、ポルトガルとスペインの植民地国家を、モグラ叩きのように叩いて回り、南米から欧州勢力の排除に成功しました。これにより足場が固まったので、さあ、これからイベリアに進攻だ、っていうのが現在の状況です。ということで、今回は早速カスティーヤに仕掛けるのですが、その前にヒガの戦力を確認しておきます。現在は1638年11月ですが、我が国の総兵力は180系、対するカスティーヤは84系ほどと、倍以上の兵力差があります。敵同盟国にはアラゴンとポルトガルがおり、アラゴンは59系、ポルトガルは確認し忘れましたが、50系もいないはずなので、こちらのオスマン230系と、チュニスで補えば兵数的には余裕で勝てそうです。軍質はカスティーヤが規律 107%、士気 5.88。我が軍の規律はそれより下でちゃんと確認してないですが、まあ、兵力差で押し切れるでしょう。海軍の方は大型船を40隻ほど保有していますが、ポルトガル、カスティーヤを合わせると47隻あるので、制海権を取れるかは少々怪しい感じです。チュニスやオスマンの艦隊と連携して、敵をかっこ撃破できればいけるか、といったところでしょうか。収入にはまだ少し余裕があるので、大型船を増やしてからの海戦の方がいいんじゃないか、って感じだったんですが、進行の擁護者のフランスが参戦してこないタイミングがあったので、そのタイミングで少し無理して宣戦布告しました。ちなみにフランスとは少し前に同盟してたはずなんですが、この14年ほど前になんか知らないうちに切られてました。で、このカスティーヤ戦の方ですが、序盤で傭兵を思いっきりミスりまして、初戦で盛大に敗北。小部隊が捕捉されたところに援軍を送ったのですが、足並みが揃わずかっこ撃破されるという、しょうもないミスで全部隊敗走しました。心配していた制海権の方は、かっこ撃破に成功したらしく、奇跡的に確保できていたので、一旦ジブラルタル海峡を渡ってアフリカに退避。体制を整え、反撃の機会を伺うことにしました。海戦から約1年半ほど経過した1640年3月、チュニスがなぜか攻勢に出たので、それに追随する形で反攻作戦を実施。ジブラルタルの要塞にて一度は敵を撃退するも、その後のトレド包囲時にこちらを上回る数の敵に襲撃され敗北。第一次反攻作戦、失敗。海戦から3年後の1642年5月、オスマンの援軍がイベリア北部に到着、それに合わせて攻勢に出るも、ジブラルタル要塞にて敗北。これで終わりかと思いきや、その後もオスマンが敵を引きつけてくれたおかげで、なんとかジブラルタル要塞の奪還に成功。このまま勢いに乗って攻勢に出たのですが、敵の数と質に押されてまたしても敗北。第二次反攻作戦、失敗。人的資源も尽きてそろそろ戦争敗北を意識し始めた1644年1月。軍事技術を4年ほど先行して引き上げ、砲兵のアップグレードを実施。最後の攻勢を仕掛けるべく準備をしていたのですが、このタイミングでポルトガルが和平を提案してきました。内容はカスティーヤとの同盟破棄とこちらへの賠償金の支払いで、こちらに有利な条件となっていたため受諾。ポルトガルを戦争から離脱させ、敵の数を減らすことに成功。流れは完全にこちらに来ているなってことで、1644年8月、3度目の反攻作戦を開始。戦闘は終始こちらの方が不利な状態でしたが、なぜか敵が引いて勝利。そのまま敵首都トレドの占領まで行ったものの、敵の奪還部隊との戦闘でまたしても敗北、トレドの奪還を許すこととなりました。ですが、オスマンは健在であったため、敵の反撃も限定的で、再度の進攻の時点では敵の抵抗はほとんどなくなり、1648年11月にはイベリアをほぼ掌握。そしてこのまま和平、6州を割譲させました。開戦から10年、稀に見るグダグダ展開でしたが、なんとか勝てたといった感じです。この後、残っていた原住民国家のチムーを併合したところで、ずっともだと思ってたオスマンが同盟破棄&ライバル指定。なんでや。しょうがないので代わりのお友達として、オフランスとまた手を組みました。
こいつ信用できないけど孤立するよりはマシかな。でもって再びカスティーラ戦。今回も進行の擁護者が参戦してこないタイミングで宣戦布告しております。敵の参戦国は前回と同じカスティーラ、ポルトガル、アラゴンと、おまけの強行領。こちらはチュニスと領土約束で参戦させたフランス、ついでにメキシコで一番育っていたチャクテマルです。で、戦争の方は、前回の失敗を生かしまして、まずはポルトガルを集中攻撃。首都を落として早々にポルトガルを脱落させ、数的優位を確保。今回は特に苦労することなくイベリア全土を占領できましたが、途中でブリカスがチャクテマルに宣戦布告、現状ブリカスを敵には回したくなかったので、参戦拒否でチャクテマルを切り捨てることになりました。そしてローマを占領したところでは兵。フランスのご機嫌取りで一州渡しましたが、一州で戦勝点を36も持っていかれたため、あまり領土は取れず。今回は4州しか割譲させられませんでした。あと、レオンを解放して再征服 CB を使えるようにしてみたんですが、これは完全に無駄でしたね。この時代になると民族主義 CB が使えるのでそっちの方が効率がいいんですよね。この後はポルトガルとの停戦中に、タフィラールトに宣戦布告。ポルトガルを釣り出しまして、3州を獲得。ポルトガル領を削っておきます。そしてすぐ後にフランスがイングランド領の奪還に動きまして、それの参戦要請が来たのでいやいや参戦。こちらはやる気ないのに、南米に上陸してきたりしてすごく面倒でした。で、この戦争、なんと8年も続きまして、1683年にやっと終了。これだけ戦わされて報酬はなし。割に合わないよね。1684年、カスティーラの同盟国のニュープロビデンスに宣戦布告。フランスのイベリア進出を防ぐため、カスティーラとアラゴンからフランス国境沿いの3州を獲得。ニュープロビデンスとは白紙和平。この国は併合してもよかったんですが、何かに使えるかもと思って一応残しておきました。まあ、後で見たら知らないうちになくなってましたけどね。この後、もう一度タフィラールトを使ってポルトガル領をゲット。タフィラールトからはモロッコの解放と一州の割譲をさせてます。そして1706年、再びフランスの大英戦参戦要請。今回も面倒ですが、フランスとの同盟はまだ維持したいのでいやいや参戦。7年ほど戦いましたが、さすがに最後まで付き合いきれなかったので、単独で白紙は兵しました。で、続けてカスティーラ、アラゴン戦。ここまで弱らせてれば大丈夫だろってことで、今回は単独で仕掛けることにしました。で、戦争の方は特に問題なく終了。アラゴンのバレアレス諸島と沿岸州をがっつり割譲させました。一応この段階でアンダルシアへの編隊条件は達成できましたが、ここで編隊すると多分実績達成できなくなるので、現時点ではスルーです。1722年、フランスが強行領に宣戦布告、こちらにも参戦要請が来ました。敵にはカスティーラとポルトガルがいるので、この戦争に参加するのは意味がありそうですね。ってことで参戦前に関心のある州を設定しておきまして、参戦。カスティーラも参戦していると思いきや、実はポルトガルしか参戦してない、なんてことになってましたが、戦争の方は2年ほどで終了。ポルトガル領を2州ほどもらえました。この後すぐにタフィラールトに宣戦布告。またまたポルトガルを釣り出しまして、イベリアの2州を割譲させて半島から追い出しました。さらにモロッコに宣戦布告して、釣り出したアラゴンのイベリア領をゲット。そして1739年、カスティーラに宣戦布告しまして、3年後の1742年、イベリアのカスティーラ領をすべて領有することができました。でもって中核化が終わった1745年、ポチリドナアンダルシアになりました。この時点でザリ・レコンキスタの実績達成です。イエーイ。ちなみに変態した時点で、新大陸領はすべて植民地国家になりまして、収入はこんな感じに。軍隊を解体すればやれないこともないけど、包囲網組まれてるし、そもそもここまで弱体化するとやる気にならんよね。ってことで、ここで終了としました。今回のスコアはこんな感じ。
取得したアイデアは、探検、拡張、軍用、情報、構成、軍室です。今回のプレイではグラナダの軍室の低さに苦労させられました。グラナダは NI に宗教統一度プラス 25% と異教寛容度プラス3があるので、宗教アイデアや人文アイデアを取らなくてもいいくらい、反乱が起きにくくなっている上に、収穫かコストマイナス 15% もあるので、非常に拡張プレイに向いている国だと思うのですが、軍室を上げるものが一切ないので、戦闘に関してはアイデアで補わないとお話にならないです。軍用についても、一応人的資源プラス 10% があるものの、これがあるから軍用アイデアはいらないと言えるようなものではないので、軍室系のアイデアと軍用アイデアのどちらを先に取るかは悩むところですね。で、今回の新大陸戦とプレイですが、アンダルシアプレイが楽しめない、実績達成までに時間がかかる、といったデメリットはあるものの、個人的には直接カスティーヤを攻めるよりも、難易度は多少優しいのではないかと思います。なので、直接攻める方法がうまくいかないって方は、一度、新大陸戦闘を試してみるのも良いですよ、という新大陸戦闘ルート推奨動画でした。といったところで、今回のザリ・レコンキスタ、実績挑戦はこれにて終了です。次回は中東のアルダビールの実績、シャハンシャーに挑戦する予定です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。